トラス現る。お願いします。すいません、一緒に写真撮ってもらえますか？もちろん、私たちの店に来てくれるならね。他のメイドたちも君みたいに可愛いの？へえ。いいですか？はい、チーズ。ウイルスだ。なんでこんなところにいるのよ。早く写真撮れよ。この前バカな男が私にアンチウイルスのソフトウェアを買ってほしいって言ってきたんだ。私のパソコンがウイルスに感染するかもしれないって。だから私は鳥インフルエンザなら聞いたことあるが、パソコンインフルエンザなんか聞いたことないって言ってやったよ。もし私のパソコンがウイルスに感染したら医者に見せてやるってね。お取り込み中失礼しますよ。誰だお前たち、どうやってここに入ってきたんだ、何がしたいんだ。私の名前はボットラス。裏口から入らせてもらったよ。警備員がいなかったんでね。すでにこのオフィスは我々が完全に制御している。お前にそんなことができるわけがない。もう手遅れさ。止められるものなら止めてみよう。社長に何をした。誰もお前たちを救うことなどできないぞ。さあ今からお前たちは私の命令に従うのだ。おい。今やこの愚か者たちは私の支配下にある。こいつらを使ってスパムを撒き散らし、世の中をめちゃくちゃにしてやるぞ。しかしボス、どうやってこれで人々を脅かすんです？バカかお前は、そのスパムじゃないんだよ。今我々はこのオフィスを支配しているだろ。このオフィスのパソコンを使ってウイルスやバイアグラの広告を含む何百万通もの迷惑メールを送りまくるのさ。あ、なるほど。このボットネットの前ではいかなるパソコンも安全ではない。すぐに世界中のパソコンが感染し私の支配下になるだろう。いいぞいいぞ、どんどん迷惑メールを送れ。お姉ちゃん、ヒデリンコ、あんた学校は？今日は授業がないんだ。でも午後、東大でファイアウォールの講義をするんだ。あんた賢いね。うわ、新しいメールが50通も来てる。たったの50通？俺なんて120通だよ。なんかおかしいな。ショコタのセクシーな画像がこのメールに添付されています。見てみよう。お前のろくでもない無料のアンチウイルスソフトがスパムメールを通しちゃったんだな。ウイルス感染しちゃったみたいだね。お前はソフトの更新を忘れていたようだな。誰かが大きなスパム攻撃をしたみたいね。そういえば私、朝にロボットモンスターってウイルスを見たわ。ひょっとしてこのことと関係あるんじゃないかしら。かもね、調べてみよう。おかえりなさいませ、ご主人様。ああ、ただいま。
なんで僕がワイヤレスマウスを使わないか分かった？そこまでだ。どうやらお前たちの裏口を見つけたよ。このオフィスのバカどもインターネットセキュリティについて何にも分かっとらん。出たな、大ボス。ウイルスを撒いてるのはあなたたちでしょ。ひょっとしてミクの画像を消したのもあなた？それは知らん。いずれにせよ、今お前たちはここにいるわけだ。どうだ、我々の仲間にならないか。たった今始めたばっかりなんだ。実はまだ少しボットが残ってるんだがね。やっ